はいどうもこんにちは、神風オレオです。今回はね、まあ迷彩買ってきましたってことで、はい、このパックですね。はい2200円パックですけど、ほら綺麗ですね。はい、もう黄金ですね。はい、これが欲しかった、黄金のやつがね。まあ私に悪趣味なんでね、もうこんなの買ってしまったんですけれども、まあ動画にしないともったいないですし、あと19時間しかないんでね、もうさっさと動画にしちゃおうってことで、早速やっていきますか。本当に私悪趣味だな自分で言うのもなんだがな。はい、これは1万専用とかいう問題じゃなくてね、まあ全部つけれるのでね。だってさ、わしなんか昔さ、これ6000円かけて買ったんだよ。これ6000円かけて買ったんだよ。こっちは綺麗じゃん、ふざけんじゃねえもん。いや、こっちもいいんだけど、こっちの方がええんよ。こっちの方が6000円ぐらいの価値があんのよ。で、こっちの方が6000円してね、6000円したのよ。こっちは2200円なのよ。もう買っちゃったよ、もう。はい、ということで、早速やっていきましょう。の前に、ちょっと見ときますか。やっぱ綺麗だね。すごい綺麗だ。じゃあ行ってきましょう。重いってことで、はい、1試合目やってきましょう。重いはい、もうこの黄金迷彩のせいで重くなってますね。はい、ふざけんじゃないぞいやー綺麗だなマジで。重くなるのかこいつ、この迷彩、まさかの。嫌だな。まあ PC 版プレイすればいいだけなんですけどね。はい、でもさ、最近やっとね、軽くなり始めてきてね。まあ、高画質でもわしプレイなできるようになりましたからね。はい。だから、並び高画質でプレイしたいんですよ、私は。はい。ほら、金色ですよ、もう。あ、なんか、打ってきてる。金色に憧れちゃったかな、知らんけど。いや、これ2200円だよ。だって前買ったね、なんかね、石山じゃないけどね。まあ、6600円のやつよりもね、全然綺麗ですね。6000円のやつか。6000円のやつ全然綺麗ですしね。6000払わなきゃよかったわ、こんなもんに。マジで、こんなもんが出るならもう6000払わなきゃよかったな、マジで。こっちの方が綺麗やもん。まあ、悪趣味って言われたら本当に悪趣味なんですけれども。私、悪趣味なものが好きなんでね。はい。知らんけど。いやー、綺麗だよ、でも。やっぱ、でも、マッキンキンってわけでもないから結構いいよね、なんかね。マッキンキンなんだけどさ。ただ、のぺーとした真っ金色じゃなくてさ。まあ、ちゃんと工夫したような金色でいいね。マジで。まあ、多少来ると混ざった方がいい。私、綺麗なのかもしんないけど、やっぱりこのね、やっぱり、金には勝てないよ。まあ、でも石山とかも本当にいいんだからね、そういうね、金とかね、金と別の色のバランスが本当にいいんですけどね。はい。ほい、あ、ちょ待って、嘘やろ、なんか、あ、ちょ待って。味方稼ぎなんかね、手法なんか全部受け止められたんだけど。まあ、勝ったっしょ、これ。負ける余地がない。打ってきてますね。ほい、ズドン。はい、いいダメージ。はい、いいダメージです。はい。まあ、稼いだ、こっちね、2隻いるから、もう近くですね、はい、正直な。ほい、ズドン。はい、完璧ですね。はい、さようなら。で、もう一席いるよな。あそこにいますね。はい、誰だ？お前も稼いで、あ、稼いで、お前も稼いで。じゃあ、やっていきましょうか。こうやって2席いる分ね、有利なんでね。はい。ボコりましょう、一緒に。はい。いや、いいですね。はい。共同作業。いや、共同作業いいですね。はい、非常に。これ、あ、勝ったね、これ。はい、これはもう、もう沈んだもん、あ、今すごいね。なんか今、なんか、自分の手法のおかげなんかね、壊したわ。最高やな。ミサイル壊しましたわ。さて、火星にはダメージ負けたくない。まあ、やっぱり、石山使いとしてね、やっぱり、あーだよ、負けたな、これ。さすがに。あ、ダメだ。負けたわ、これ。ダメージ15000。15000 15000にはね、50万ぐらい負けてますね。負けちゃった。
まあ今のね、クーポ倒してたらわしがね、勝てた気がするんですけどね。はい、知らんけど。あれ？あ、終わったな。カス一応グレーラもあんのか。そうだ、忘れてたわ。なるほどね。対戦か。潜水が見つかんねえんだよな、マジで。どうしたらいいんだ、これ。でもやっぱ綺麗ですね。悪趣味ですけど。だってここも金色やんけ。いいね。まあ、この迷彩めっちゃ目立つでしょうな。マジどこにおんねん、敵のおる場所がわからん。マジでおらんな、マジで。いやー、まあね、はい、このね、金迷彩買ったんですけれども、まあ、まだまだね、イージャマとかも使いますし、てか、この金迷彩いいな、マジで。うん。いやー、だってね、今まで全部なんか、金といえどもね、完全な金じゃなかったんですよ。で、やっと完全な金のね、迷彩来たよ、本当に。いやー、よかった、よかった。で、マジ敵が見当たんない、マジで。助けてくれ。敵がいねえや、マジで。敵がいねえ。どうしてくれるんだ。で、やっぱりなんかこのモダンウォーシップね、なんか砲塔のなんかね、手法の旋回はおかしいよな。貫通してますよね、環境にね、はい。あそこにいるんだ。みんな頑張れ。わしちょっと動画尺が伸びるから嫌なんだよ。こいつと早く倒してくれないと。また潜りやがった。撃ちます。撃ちます。あ、隠れた。いや、なんかめっちゃめんどくさくなってない？君なんか核魚雷持ってでしょ。096くん、マジで。核魚雷持ってますやん。さてさて、進んでいきますか。OK、もう終わるかな。はい、ということで。まあ、一戦目はこんな感じでございますね。はい。はい、ということで2試合目やっていきましょう。はい、と2試合目やってまいりました。さて、もうここぐらいのエレベーターになるともう中国戦艦しかおらんね。まあ腕の見せ所ですね。まあ正直な話ね、まあ石山くんもね、はい、先生といえば中国戦艦勝てるんで、はい、何も心配することはない。さて、味方はロングビーチ。ロングビーチ君で結構強いのかな？あんま強いイメージないんだけど。まあ、でも策略してくれてる感じかな。なんかいるな。ほん。こいつとこいつはなんか戦艦じゃないな。じゃあちょっとこっち側に寄っていきます。で、向こうの方に多分めちゃくちゃ戦艦おるんやん、多分。そう予想します。あるやつおんだけど、ほい、当たってるけど、まあちょっと厳しいな。撃て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 、おい、ズドーン。どうだ、当てていく。ちょっと魚雷一応壊しとくか。次の手法で決めたいけどな。相手ステルスじゃなんかな。いや、ステルスじゃないか。ちょっと前詰めますか。敵軍見えるかな。敵軍見えないな。
見るか見えないよな。見えてるか。やばい、マジか、そこから狙ってきてんな。ちょっと私もう対抗したいけど、うん、先制取れてるからちょっと逃げなきゃな。ちょっとダメだこれ、めっちゃ敵いる。で教習部もいるからね、どうしようもねえな。いやマジそっから狙ってくる。いやちょっと待ってね、一旦もう逃げるしかない。はい、危ない、なんとか逃げ切りましたと。でみんな死んでるね。何度か中国戦艦一隻で倒したいんですけどね。飯島でも戦えるっていうことを見せていきたいんですけど、そこか、そこか。で勝ったじゃんこれ、もう勝ったっしょこれ。正直負ける見合いが見えないこいつに。いや結構外してるんだよ頭。でこれ核魚雷と思ったらダメだ、核魚雷じゃない、核と思ったら嫌だな、核ミサイルとか。マジまだ死なないのこいつ、だる。撃破で敵相変わらずだるいね。前進もうか。待って今、ああちょマジかよ、また証拠かよ。敵見えねえんだよなマジで。いた。でもさすがにこりゃ HP 差が無理だね。残存 HP 差がダメだこれ。いや残存 HP 差がね無理でしたねさすがに。はい、まあこんなもんですかね。はい、さすがに1対何や4とか、まあ、差がさすがに難しいですねということで、まあでも結構ね、まあ頑張りとか頑張ったんじゃないでしょうかっていうことでね。はい、と今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。